はい、こんにちは。英語達人養成事務視反対の深夜です。僕が学生の頃よく先生に言われた言葉があります。それは何かというと、お前はここがよくできる。でも、ここができないから、ここをもっと頑張れ。ここをもっと伸ばせ。っていうふうに言われました。で、大人になってからも、このセリフは上司から言われることが多かったですね。君はここはできてるけど、ここはできてないから、ここをもっと頑張りなさい。 って言われることは多かったですねで、これは先生も上司も同じなんですが両方とも共通するメッセージとしては弱点を克服しなさいっていうメッセージだと思うんですよで、これは多分僕だけではなくってみんな多分一度は言われたことあるんじゃないかなと思います親とか先生とか上司とかね対してですね海外、西洋文化、英語圏の文化の人たちというのは逆のことを言われることが多いですそれは 君はここが強いから、もっとここを伸ばしなさい。そして誰にも追いつけないぐらいまでなりなさい。っていう風に言われることがあるんですね。この西洋圏の考え方は、強みを伸ばしなさい。っていう考え方です。強みを頑張って伸ばしなさい。弱みを頑張って克服しなさい。これ両方とも同じだと思うんですが、頑張ることに変えれないんですが、全くアプローチの仕方が違いますよね。で、この違いは文化の違いから来ていると僕は思っています。 日本というのは和を重んじる文化です。なので目標はみんなと同じになるっていうところにあると思うんですね。だから全体的に見たときに君はここが他の人に比べて劣っている。だから他の人と同じぐらいまでここを頑張って伸ばしなさいと。例えばボコボコしたレーダーチャートみたいなのがあったとしてそのボコボコっとへっこんでる部分を叩いてで,できるだけこう丸くしていく。 で、丸くしていって、みんなと同じになる。みんなが丸い状態になるのがいいことだ。っていうのが、まあ和の文化だと思うんですね。対して、西洋圏の考え方というのは、その、尖がってる部分をもっともっと伸ばして、すんごい尖がらせなさいと。で、めちゃめちゃ尖がった状態になって、誰も近づけないぐらいまでになって、その力を使って、将来、豊かな生活をしなさい。みたいな、そういう考え方だと思います。 で、これはですね、もう本当に真逆と言っていいぐらいの文化の違いだと思うんですが、別にどっちがいい悪いというのは僕はないと思います。実際、日本は和のパワーでね、経済大国までのし上がりましたし、一時期はアメリカが日本のその和の文化をビジネス文化に取り入れようとして真似してた時期もありましたので、まあそのぐらいですね、別にどっちがいい悪いっていうのはないと思います。ただ、この動画を見ているあなたは、英語を学びたいと思って見ていると思うんですね。英語ができるようになりたいと。 で考えたときに、やっぱ英語を学べる、英語を習得するためには、単に言語として学ぶよりも、文化そのものを学んでしまった方が、まあ習得は早いかなと僕は思います。それに、英語を学ぶ醍醐味って単純に英語を喋るだけじゃないと思うんですよ。やっぱり日本文化から解放されて、それ以外の文化、対極にある文化を理解するっていうところに、英語を学ぶ醍醐味が僕はあると思っています。英語を学ぼうと思ったときに、 この和のアプローチを取るとどうなるかというと弱点克服型になりがちです。自分は単語力が足りないから単語帳を買おうとかリスニング力が足りないから毎日2時間リスニングしようみたいな感じでこう自分のできてない場所をほじくり出してでそこに合う教材とか先生をつけてでそこをこう強化していくみたいな考え方だと思うんですね。対して こっちの子の考え方で言うと自分が得意な部分を先に伸ばしてしまいましょうっていう考え方です。で、そこを伸ばした後でもし他の部分がもうちょっと伸ばしたいなと思ったらそ心から本当にやりたいと思ったらそこに行けばいいかなっていう考え方なんですねで。僕自身はこの子の方のアプローチを取りました。僕が英語力を大きく伸ばすきっかけになったのは音読トレーニングとの出会いがきっかけでした。この音読トレーニングにもいろんな方法があります。例えば 机に座って本を開いて普通に声を出していく方法あるいはソファに寝っ転がってこうリラックスした状態で声に出す方法とかあと僕の場合だと歩き回りながら部屋の中をぐるぐる歩き回りながら身振り手振りジェスチャーを加えながら言っていく方法いろいろアプローチ方法があるんですねでやっぱこのこを生かすって考えた時に自分の性格に合ったやり方っていうのがあると思います 僕自身は机に座ってお勉強スタイルが苦手な性格だったので、この個のアプローチを取るために、この音読する時も、できるだけ机に座らないようにしました。そして、部屋の中をぐるぐる歩き回りながら、お喋っていくんですね。で、どうしても電子衣装とかで調べなきゃいけない。え書き込まなきゃいけないっていう時だけ机の上に座る、みたいな感じで、あとはですね、ソファーの上に寝っ転がったりだとか、姿勢を自由に変えながらやってました。 で、それすると、結構この単調に感じる音読トレーニングも変化を感じて、結構楽しくできるんですね。飽きずに続けることができました。で、もしこれがね、性格がまた僕とは違うタイプの人だったら、しっかり机の上に座って、集中して、そして声に出していくっていうのが合っている人もいると思います。そういう人にとってはその方法がベストだと思うんですね。という感じで、一つのトレーニングをとっても、いろんなアプローチ方法が僕はあると思っています。よく言われるのが、 トイックの問題集をカリカリ解くだけでは英語力上がりませんよって批判されますよね。で、確かにそれで点数が上がる人もいますが、それをまた批判されることがあります。点数だけ上がっても全然喋れないじゃないか。そんなじゃダメだよみたいなね。で、その考え方も結構こっちに近いかなと思うんですよ。この和に。個人的には僕はね、喋る方が好きだったので、喋る方を先にトレーニングして、そのうち勝手にトイックの点数も上がっていったんですが、人によっては、こう、勉強タイプ。 カリカリ、こう、問題集を解く方が楽しい。自分に向いてるって感じる人もいると思うんですよ。なので、そういう人は、まずそこをガツンと伸ばしちゃった方がいいと思います。まずは、トイク900点を取ってしまって、で、その自分がやりたいことを先に満たしてから、そっから自分がもうちょっと伸ばしたいなって思う場所を伸ばしていく。例えば、トイク900点を取ると、周りからね、賞賛の目で見られるわけですよね。あの人英語できるよ、すごいよ、って。 で、そうなったら、多分、そういう仕事も舞い込んでくると思うんですよ。英語を使った仕事もね。で、そうしたら、やばいこれは喋らないとまずいなーっていうことで、喋りのトレーニングをする。その時は多分、心の状態は、最初の頃に比べると、もっとその、気持ちが向いてると思うんですよね。喋るようになりたいっていう。喋るトレーニングもしなきゃなーって思ってた頃に比べて、もっと喋るようになりたいっていうね。その、h a f t o が、want に変わってると思うんですね。なので、僕は、 個人的には問題詞を解,解いて点数を上げたいっていう人に対してはどうぞっていうふうに言ってます。そっちの方が得意でそっちを先に伸ばしたいんであればもうどうぞやってくださいと。で、先にいい点を取るメソッドを僕はお伝えしてで、その上で点数を取った後からやっぱり英語力も伸ばしたいですって来た時のタイミングで僕はそのこういう音読トレーニングとか瞬間演作文トレーニングとかをおすすめしています。 なので人によってアプローチって本当に違うと思うんですよね。絶対この方法さえやれば、この一つの方法でみんな英語力上がるよっていう考え方は和の考え方です。で、それは僕はね、存在しないと思います。たった一個のメソッドで全員英語力が上がるってことはないと思うんですよ。やっぱりね、このアプローチで行った方が今後の英語学習はうまくいく可能性が高いんじゃないかなと僕は思っています。もしあなたが 洋楽が好きで、で、あんな風にうまく歌えるようになりたいな、でもその前にまず自分に足りない部分、文法をやらなきゃ、単語をやらなきゃ、みたいな感じで文法書とか単語の本をいやいや買ってるとしたら、そういうのは一回ちょっと一旦横に置いて、まずは自分がやりたいことを先にやってみるっていうことです。歌えるようになりたいんだったら、まずいきなりその歌を買ってきて、CD 買って歌詞見ながら練習して、まずは発音をそこで学んでしまおうと。 周りからこう発音上手だねなんて言われるようになってから後から文法書やってもいいし単語やってもいいしっていうふうに考えてみるといいんじゃないかなと思います全体をまんべんなくねバランスよく伸ばそうっていうふうな考え方はまあ英語学習をする上ではもしかしたらちょっとマイナスになる可能性があるかなと思って今回この話をしましたはいでは今日は以上です Thank you for watching See you next time